加賀さんです。なんと知事が謝罪しました。はい、それではこの記事を見てください。沖縄県知事首長がです、実親および里親に直接謝罪したという記者会見です。これが何を意味するのか。はい、それでは解説していきましょう。沖縄県のこの里親一時保護問題、タカさんが、以前動画で解説しております。そして今回、沖縄県知事が直接里親実親に謝罪したということです。謝罪ということは罪を誤っているわけです。罪があった、何らかの、ひどいことをしたということを認めたわけです。これは大きいですね。首長がそれを認めたということは非常に大きいです。またこの案件、その背後にこの署名が6万人以上集まっています。6万人という民意です。民意が背景にある。この民意があるというのが大きいです。なぜこれだけの民意を得ることができたかというと、このテレビ報道が大きいと思います。見ましたか、この映像。子供が嫌がってます、ね、車内から差し出された手を振り払い、車に乗ることを拒もうとする幼女。乗せられ、そして車の中からもこの鳴き声が聞こえると、そういった状況がテレビで報道されました。多くの方がこれを見ました。ネットでもこの映像見ることができますという背景があって、6万人以上の民意が集まっていたわけです。そしてこの知事が謝罪するきっかけになったと思われるのは、この3月23日の沖縄県議会文教構成委員会での比嘉恭子議員の追及が効いたのではと思います。この、内容、録画見れますけども大変長いです。これあまりにも長いので、タカさんが、余計な部分カットして解説を入れた動画を上げますので、ぜひ見てください。これ児童相談所の職員であれば必見だと思います。これは大変重要なことだと、重要なことを当たり前のように述べています。その追及の内容、まあ簡単にまとめますと、この今回実親に返すという目的は、これ児童福祉法27条4項これに基づいて実親に返す目的を達成するための手段として児童福祉法33条に規定されてます一時保護というものを使ったわけですね。その一時保護の手法、それが先ほど説明しました動画にあたるわけです。この内容からしても、児童福祉法第1条に反する手法で一時保護を行いましたよねということを確認するような追及方法になっていました。つまり数々の大人の都合で子どもの権利を踏みにじったことを丁寧に指摘していました。またこのね、児童福祉法第1条、高さんいつも言ってますけども、これは児童福祉の
原理なんですね。この児童福祉法第1条。あらゆる子供に関する法律に優先されるわけなんです。これ児童福祉法第1条。第2条もそうです。第2条には子供の意見の尊重、そして子供の最善の利益優先、そういったものが書かれています。児童福祉法第1条には子供の権利、子供の権利保障についてしっかり書いてあります。その権利を踏みにじった事例を丁寧に、指摘していたという状況です。ね、児童福祉法第1条、第2条は第3条で児童福祉の原理とされていて、我が国のありとあらゆる法律に優先される。つまりこの27条や33条持ち出していても1条に優先されることはないわけなんですよ。この法律の条文上。ね。それを優先したというのであれば、その必要性、それを丁寧に説明できなければ、この法律に反するわけなんですけども、その丁寧な説明もできなかったと。つまり、乱暴な手段で、児童福祉法1条に反する行為を行ったということを淡々と説明できたという内容になっています。これ非常に、有益な動画だと思いますので、皆さん、高田さんがこれからアップしますので、ご覧ください。非常に長いですけども、カットしてだいぶ短くしました。それでも長いです。ぜひご覧になってください。今回の、沖縄県里親一時保護問題、大きいのはこの比嘉恭子議員のこの児童福祉法第1条、子どもの権利を踏みにじった事例を一つ一つ丁寧に解説していき、児童相談所の当たり前のように、おそらく全国の児童相談所、特に千葉県が当たり前のように行っているこの児童福祉法第1条、児童の権利を踏みにじっている事例、それを丁寧に追及するという内容ですので、これは確実に見ておくべきだと思います。今後児童相談所職員を目指す方にも、この比嘉恭子議員のこの児童福祉法第1条に反する行為、これについて考えてみてはいかがでしょうか。以上です。親子断絶をぶっ壊す。